お疲れ様です。みおです。今日はね、私の住んでる茨城県つくば市はね、朝からずっとし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 と雨が降っています。で、仕方ないんでね、今日はね、インドアのね、オーディオルームでね、いろいろとやっているわけなんですが、今日はね、皆様にちょっとね、紹介したいなと思ってるオーディオがあります。それはそちらに映っているちょっと横の幅広の、ダイヤトーンのですね、 2S305 というスピーカーをね、これからね、皆さんに聞いていただこうと思います。はい。で、 2S305 はですね、 R305 という名称も持っていまして、1958年にね、発売になりました。で、私の持ってるね、こちらの 2S305 の個体は、1967年製、昭和42年の名盤があります。はい、裏にですね、刻印があります。はい、そんなんで50年ぐらい経ってるんではないかなというふうに思っています。はい。で、これからですね、せっかくなんで中の方を見ていただいて、ユニットね、どんなかっこいいユニットを使ってるのかね、見ていただいて、その後に仮に配線をして、で、先日ね、修理終わりましたローディの HMA9500 の M2、こちらをですね、つなげてね、ちょっとね、大きめの音量でね、ガンガン鳴らしていこうかなと思っています。はい。マイクはですね、こちらの ECM99、 これですね、こちらをね、使ってね、いこうかなと思います。ちょっとね、ノイジーですがね、マイクの方がね、ノイジーですがね、まあ、ステレオではね、悪くはない方なので、はい、使っていきたいと思います。はい。ではね、これからね、準備いたします。よろしくお願いいたします。ちょっとカメラ動かします。まあ、2S305 の中こんな感じですね。ちょっと今ライト入れますね。はい。結構ね、ハイパスフィルターとかも綺麗でね、これを見ればね、ただのね、ボロいね、古いスピーカーだとはね、誰もね、思わなくなるとは思います。長くね、愛されたね、愛されてるっていうね、意味がね、これぐらいの作りでもわかると思います。はい。ではね、せっかくなんでね、これをね、仮に接続して、はい、鳴らしていこうと思うんですが、今日注文したのはですね、このレセプタクルですね。はい。これの、はい、こっちのオスとね、メスをね、頼みました。はい。じゃあこれでね、仮に接続して、ちょっと鳴らしてみましょう。はい。今日はですね、こちらの 2S305、 ダイヤトーン 2S305 をこちらの HMA9500 の M2 ですね、隣が M1、 奥が B1、 まあ、HMA9500 M1、 こっちが M2 ですね。はい。これをですね、こちらの GT-CD1 でね、鳴らしていこうかなと。で、こちらがですね、TAER1、ソニーの100万円のプリアンプのボリュームで鳴らしていこうと思います。はい。ではね、これから準備してね、かけていきたいと思います。
Thank you.
2S305 の実力いかがでしたでしょうか。はい、私自身はね大変良くなってくれたと思っています。はい、うちにある個体ね50年ぐらい経ってますけどね、こんだけなってくれればね本当に十分です。はい、でね今日はね特別にね HMA9500 のねマーク2の方をつなげたわけはですね、マーク2の方がですねマーク1に比べてね低域の押し出しが強くてね力が強くてねエネルギッシュになってくれるからちょうどいいかなと思ってつなげてみたら、やっぱしねそういう感じに出ました。はい、で 2S305 の今後のねプランなんですが、まず外装のリフレッシュですね、再塗装をかけます。はい、で中のね吸音材の交換で中の内部配線の交換等をやってね、大事にね今後ね私の家でね余生をまったり過ごしていただこうかななんて思っています。まあでも今やってるねプロジェクトで車のねあのガレージ制作の方をやってるんで、そちらが終わり次第あの順次ねオーディオの方にね切り替えていこうかなと思います。はい、いろいろねあの今ガレージ工事でね倉庫の方とかねめちゃめちゃになってるんで、そちらの方からね引きずり出したりいろいろしてね、引っかしっちゃかめっちゃかになってるんですけど、いろいろねもう買ったも忘れてるようなパワーアンプとか出てきたんで、まあその辺もね修理とかね含めてねやっていこうと思います。はい、ではね今回の動画は以上になります。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。